はい、こんばんは、すっぽんです。ファインガール3回目のプレイを開始していきたいと思います。前回までは、オートに遊びに行くっていう目的だったと思うんですけど、途中、こパーティーで一番下にいるロディっていう騎士、王宮に勤めている騎士がいたんですけど、どうやら王様が行方不明で、いろいろあちこち探し回ってるらしいんですよね。それで、ここのトランプ団っていう盗賊が いたんですけど、最初は一人で乗り込んでたんだけど、罠にかかって、ピンチの状態だったところを助けて、仲間になったってことですよね。で、その後に王様がこの先の鉱山山に行って、帰ってこないっていうんで、今日は、ここを進んでいこうかなと思います。前回も少し来て、宝箱を1個か2個取って終わったんですよね。で、前は、この下の方に行くと宝箱があったんで、今日は上を行って、見たことないスライムが出ると。グループ攻撃、これ炎を効くのかな。両方フレイムとブリザード両方やっておきましょう。一応当たるな。どっちもあんま変わんない。色が赤っぽいから炎には強いのかなと思って。どういう構造になってんだろうな。お、動いた。あ、落ちちゃった。これ降りられるのかな。キラキラ光るものが。マインドアップ。こっちは行き止まりか。こっちでよかったなら。セーブ。ありそうで何もない。さっき来たところの上に来たんだ。こっちは何もないよ。前回の謎解きでさまよいまくって何回も戦闘をこなしたせいでかなりレベルが上がっちゃったんです。あ、こいつが結構強かったような気がするから。どうしようかな。前回は逃げるってコマンド使えなかったんだけど。でも全く歯が立たないっていうわけでもないんだよな。スリープとか効かないかな。
と間接攻撃で効かないかな。あ、逃げちゃった。あ、これ、ね、あれなんだよな。まるで臭い息のごとくステータス以上使ってくんだよ。あ、逃げちゃった。キャー、あと次の。このゲームのあの消費 MP って結構大きいから、ちょっと MP を節約しながら進まないと後で困ることなんだな。セーブポイントか。え、あ、まあいいや。そんな登ったっていう感じはしないけど。なんか登ってきたのかな。何も見えないけど、まあ確かに出てきた敵はでかい。スリープやってみるか。雑魚だ。先に雑魚を一掃しといて。あ、弱いね。あ、やばい。結構ダメージ食らう。なんかステータス以上も食らったし。足払いみたいなやつで行動できなくなるのか。スリープ効かないかな。ダメか。ちょっとピンチだな。回復アイテムは一応持ってるけど、あんま数は少ない。ヒールの全体回復も欲しい。結構やばいから。一緒に行ったなんかコブみたいなのはすごい弱かったけど、親分はやたらと強そうだ。防御力高くできる魔法とかないからな。厳しいな。
お、よし、ミスってこうだ。なんか敵の攻撃に勢いがなくなってきたな。敵のマジックパワーがなくなって普通の攻撃しかできなくなった。あ、やばい、そろそろフリジアのマジックパワーが切れそうだ。あ、でももうすぐ、あ、また使ってくるんだな。もうすぐ倒せるから、あともうちょっと頑張って。よし、危ない危ない。ドテッカ、ドテッカも不自由な、どうも出会ってたのかな。なんかこういうの多いね。カインの末裔にもなんか同じようなのもあったね。こんな山奥になぜかセーブ画面が。高山病かな。めでたし、めでたし。
社会を変えるのか。政治家になんなきゃ。オカマはどこいたの？小鳥のさえずりが。で、どっちに行けばいいの？上行くと、何だろう。一応、おかみさんがいるんだ。ここも飾りか。うん。二重スクロール。あれ？こっち、あ、こっちから来たのかな？てか、ここに、回復クリスタルがあるんだろう。わざわざ、止まる必要なかったんじゃないかと。この道に沿って行けってことなんだろうけど、なんか宝箱とかないかな。結構攻撃かわされるな。まだレベル10とかなんだ。結構やってきたつもりだけど、レベルはあんまり上がってない感じ。ここはグループ攻撃で一掃しますか。お、倒すのもね。リカバー。お、これは、いいかも。全員回復できるか。もう、街に着いた。
自分たちが侵入者として扱われたりしないだろうな。ちょっとマジックパワー切れそうになるときあるから、ちょっと補充しておきましょう。なんかいい装備品は置いてあるかな？なんか殺風景だな。なんかたくさんある。オカマスーパークロースってなんだ。みんなほとんど初期装備のままなんだよな。これ結構安くて魅力的だ。これもプラス20っていうのは大きいかもしれない。これと、これと、あとなんかボムを買ってくる。これ2つ買って、あ、これ買えなくなっちゃうだろう。ちょっと待って。メイスを、セシリアに、いいね。あ、これね、両手持ちか。ま、兄さんだけだからいいか。ま、通りで、あ、これ、あ、そっか。今外したやつか。で、いらなくなった装備を売って、抜けなしすぎるな。買えないじゃん。まあ、ちょっと先に進んでお金が貯まったらまた買いに行きましょうか。ここまた道具屋？でも道塞いでるね。
なんかこの先になんかありそうで気になるんだけど、通してくんないんだ。ここ敵出ないの？こういうの。あら、行きたいとか。寝てるだけなのか。どっちなのか、分からないか。どっちなの。ここは試練の洞窟か。ちょっと待って、また勝手にメッセージが進むバグなのかな、何なのか分かんないけど、またこいつかよ。どこやら見えたね。まあ逃がしてくんねえな。あ、倒せる。あ、倒したな。倒したからといってもそうだね。すごいたくさん経験値とかお金持ってるんだけど。あれ、これ一回の戦闘ってどのぐらいだったかな。200ぐらい経験値入るんだ。これを押せば道ができるとか。よし。こいつはさすがにフレームは効かなそうな気がするな。でもまあ一応やってみるか。効かないどころか回復してしまった。逆にブリザードはすげえ効かない。130か。まあ、ゴールデンお兄さんもうちょっとレア的な存在なんだろうか。もちろん経験値2000ぐらいは欲しいな。お、先制攻撃ですか。なんかさっきからモンスターの前の横にカッコつけなんか
なんかメッセージが付け足されてたような気がする。あ、これバイト火の玉アンギャル気なしてる。あ、やばいな。いやー、すごい MP 消費すんな。炎の指輪、クマちゃんにも。あ、これすごいね。ステータスみんな上がる。てっきりスタンだけから守ってくれるのかと思ったら、ステータスも上がるんじゃん。戦後ポイントはないかな。あ、進んじゃった。知ってんの？あ、エリザベスってあの子。あ、そういえばなんか昔、なんか騎士をやってたって言ってもね。知って、来たことあんのかな？メッセージは、なんていうの？三種類の炎を灯すんだけど、赤は、赤同士離れたところじゃないとダメと。で、青は、傍らに緑がない。青の隣には必ず緑がないとダメと。で、緑は、赤の隣にあってはダメで、同族も、二つ一緒に、みんな数の均等を好むっていうから、全部二個ずつってことなんだよ。どっから開始するか悩むんだけど、とりあえず緑がくっついてないとダメだっていうから、それを先に決めた方がやりやすい。で、緑の、あ、わかった気がする。とりあえず緑で、その隣に青、これでいいんじゃないか。
おお、やっぱり。今回の謎解きは、あっさり分かりましたね。前回は大富豪のルールが分かんなかったから、ちょっと苦戦したけど。回復ポイントはなしか。SP 200も回復するのか。まだ60とか70しかないね。こっちなんか、ストーリーが進む道っぽいね。宝箱とかないかな。やっぱあった。お、ラッキー。こっちは何もない。しょうがない。マジックウォーターを使っちゃいますか。あ、これ、ダッシュってあったんだ。今気づきました。てっきり、今までこのスピードがダッシュのスピードだと思った。さらに、速くなってるよね。なんか敵がいっぱい出るようになってきたな。深層乱暴。グループ攻撃。おかままやるとどう？単体か。あ、こっちにもないのか。チキショー。ファイヤーも単体なの。まあ、ボス戦で役に立つのかも。この先に行くとなんかボスとかいんのかな。王様がいるんだと思うんだ。おばあちゃんとか。というか、まだ続くのか。なんかありそうでなんもない。何？行き止まりか。なんだこれは。
んなに間違うと子供には感じませんでしょう。あの火に当たんないでいけってことだもん。スピードバン。スピードだけか。このゲームスピードってあんま重要なステータスじゃなさそうな気がする。攻撃の、あのファイナルファンタジーみたいに攻撃の回数が、ヒット回数が上がるとかだといいんですけど、ちょっと、どうなの？あ、もういっぱいできた。これはマジックウォーター足りんのかな。ちょっと弱くなってきた。どうしようか。マジックウォーター欲しいな。どういうパターンできるの？さっきは簡単だったけど。今がチャンス。出ましたよ。この先にクリスタルあったりしないだろうな。またしかし回復オブジェクトじゃない。ゴーレンは総円を見られて総円の円、引き換えを使うことなく、うん、そう、そういう総演っていう
青の次は緑にするに。あれ、ちょっと待って。なんか奥がいっぱいある。なんか高ぶらかし。あ、しかも、回復クリスタルじゃねえか、アイテム。シミュレコナーズ。てか、あれ。スタンガードと同じような。あ、でも防御力が1低いだけだから。これ何なんだろう。なんだよ、ここに回復ポイントがあったのか。畜生。マジックボタン使わなければよかった。色は勝手につくから、下ってやるけど、下がないの。右やるしかない。こうやっていくと、あれ、明かりがつかないところができそうな気がするんだけど。あれ？これ、下ってできんの？あ、下ない。これ、あれだよね。全部の、この、なんていうか、食材に炎を灯さないといけない。お、下ってできる。これで開けてもらわない。さすがに。てか左右対称だから移動しないってあるの？どういうこと？移動しないってやるとどうなるの？何も起きないってことか。行き止まりになっちゃうんだよね。え？なんかヒント、さらにヒントがないかな、今回は。やっぱりあったか。恐ろしいほど、ネタバレ。別にこれ全部灯す必要はないのか。最後が青になればいいっていうだけで。で、青になるから
これで開くんだよね。よし。ああ、しかし、マジックウォーターはもったいないかもしれない。団長、もともと王に仕える騎士団なの、こいつらは。そいつの本名が。教官そういう関係なのか。ベルバラ、なんかベルサイユのバラをなんか略したような名前だな。とりあえず、まあ、3体もいるからグループ攻撃で下っ端が倒せるかな。これどういうことだ、オカマがやるとどう思うけど。お、アーマーブレス。でも単体か、一人一人かけるのは面倒いけどな。まあ我慢するか。あ、今回はあれ、下っ端も強いね。どうしようかな。魔法効いてないのかな。そう
フリージャーは回復魔法を使うから MP は温存させとくかな。ちょっと先にザコに、ザコを倒してから。なんかロディだけやたらと狙われてる気がする。BGM かっこいいね。とどめを刺さない。てか俺が単純に選択ミスだです。なんかあ、いろいろじゃねえ。沈黙食らってんのか。沈黙直す。あれはない。誰かキュアで治るんじゃないかな。よし。あと1匹しかないから、セシリアも攻撃でいいよってことさ。されなくそ。あ、あれはちょっと困る。まだ半分も減ってないからな。マジか、回復させといたのか。あれ？今400回復したってあるの？なんか、あれかな。薬の知識とかで、効果が2倍になる効果がある。効果が2倍になる効果がある。効果で能力がある。ベル、今気づいたけど、あの技の名前がベルサイルローズって言ってるから、やっぱりあのこのベルバラっていう名前もそのベルサイルのバラから取ってる。マジック、これ、あれやだな。いや、もう、マジックポ、マジックパワーはもう、気にしないで本気にしちゃう。フリージアのマジックパワーだけ気にして、あとは、ひたすら攻撃してればいいかな。するでしょ。ただもうちょいだ。よし。
団長の命が。何があったの？なんかちょっと、なんか、魔法陣が出てきたけど。ちょっと真ん中の宝箱はもう気になるので、先に横の宝箱を取ってから。戻ったらこの真ん中の宝箱を取れなくなっちゃう。あれ、開けれないのか。回復はしてるから戻っちゃっていいの？こいつは死んじゃったのかな。相変わらずここは取れない。宿を取ってきたから、ここにいいのかな？イベントが進行します。わかりやすい。どうしよう。ちょっと時間も時間なんで、でも金が貯まったんで、ちょっと装備品を買ってから終わりにしよう。これをロジンに買ってあげて、ちょっとこっから先はまあ次回の持ち越しというふうにいたします。じゃあ、まあ、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ここまでご視聴くださいましてありがとうございました。また次回お会いできたらお会いしましょう。さようなら。